鎌倉別館神奈川県立近代美術館は、神奈川県にある日本最古の公立近代美術館。1951年に鎌倉市行きの下に開館し、後に鎌倉館となったが2016年3月31日に鎌倉館は閉館。以後は、葉山館と鎌倉別館からなる。葉山館鎌倉別館1951年11月17日に、 神奈川県鎌倉市行きの下、鶴岡八幡宮境内に開館。日本最古の公立近代美術館である。開館記念展は、セザンヌ・ルノワール展であった。1984年に鎌倉別館、2003年に葉山館が開館。鶴岡八幡宮の境内にあった鎌倉館の敷地は、開館時は、国有地だったが後に、鶴岡八幡宮の所有となっており、 借地契約が切れるのを機に2016年3月31日に閉館し、建物は旧館棟のみ、土地所有者の鶴岡八幡宮に譲渡された。開館時の所蔵品は例であったが、2016年1月時点で約1万4000点を所蔵するようになった。2003年に神奈川県三浦郡葉山町に開館。元は高松のみ焼け別邸であった。 海岸沿いに位置し、自然光や風景を展示室に取り込むなど、多くの実験的な要素を持つ。主に企画展を担当する。1984年に開館。大高正人設計。主に常設展を担当する。1951年11月17日。神奈川県鎌倉市行きの下、鶴岡八幡宮境内に開館。坂倉純造設計。 1999年にドーコミューモの日本の近代建築2 0 0に選出されるなど、美術館自体も日本を代表する近代建築として高い評価を受けている。2010年代に入り建物の老朽化や耐震性が問題化。鎌倉館の建つ土地の所有権は鶴岡八幡宮にあり、神奈川県と土地の貸借契約を結んでいるが、2016年3月末に、 土地貸借契約が満了となるため閉館した。閉館にあたり展覧会、鎌倉から始まった。1951から2016点を2016年1月31日まで開催。契約の条項には土地返還時にさらちとすることが含まれているが、建物の建築学的価値から日本建築家協会が神奈川県に対して、 建物の保存について要望書を提出。鎌倉館の建物は2016年11月に神奈川県の重要文化財に指定された。耐震補強工事の実施には2億1000万円が必要とされるため、2016年12月22日付で鎌倉館の建物は鶴岡八幡宮に無償状とされることとなった。鶴岡八幡宮は建物に 耐震補強工事を加えた上で、鎌倉の歴史や文化を紹介する、鎌倉文化館鶴岡ミュージアムとして2019年6月に再オープンさせた。1966年6月、新館、付属屋を新設する。1991年、鎌倉館に大規模改修を実施する。2016年12月、除却工事終了。 1991年の大規模改修により、旧館の外観は全体に白っぽい色彩や素材色が中心の外観となっている。しかし、春工当初は濃い茶色や能力色、黄色などの強い色彩が用いられていた。前提では、1958年、1960年と2度の野外彫刻展が開催された。その後、 開館10周年の1961年6月より前提整備が始まり、三陰小宝石を約2000個埋め込みしたコンクリート舗装に変わった。同時に、彫刻台中心に円形の芝生張りとなった。中庭は当初は玉砂利式で桂ツラ庭園を彷彿とさせるものであった。また北側の壁にロールスクリーンを設けて映画の上映などが行われた。こちらも、 1991年の大改修によって玉砂利や敷石が撤去されてコンクリート製の土間にスレート張りとなった。中庭の周囲には大谷石の壁が建てられている。開館当初からのガラス戸と改修後に設けられたガラスブロックとが見られる。ガラス戸は当初は可動式であった。中庭に向け観光媒になった屋根は最高用の網入りガラスを乗せたノコギリ状の 構造であった。1968年11月から1969年5月にかけて実施された改修工事によって天窓が塞がれ、後半がわら棒武器の型流れ屋根に改修された。のきといまわりの方は、1991年の改修でアエンメッキ銅板武器に改装された。開館当初の展示室は自然再高式であったが、1991年の 大改修の際に空調や雨漏りの問題があって人工照明に改められた。床は開館当時はリノリウム製であったが、やはり大改修の際にクレー系のカーペット式となった。また、1989年、ジョルジョモランディ展の際に第一・第二展示室の喫茶室側の入り口に風除湿が設けられた。休館の建物は2020年度に、 国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。